さて、今年ですね、沖縄北朝鮮の他に、まあ、大きな話題になったといえばもう外せないのがトランプ大統領の誕生ということで、ザ・ファクトでは昨年末からすでにトランプ氏に関してはマスコミ報道では伝わらない伝えない政策面に注目してまいりました。まずはこちらの映像をご覧ください。やっぱり今のアメリカ国民っていうのが既存の権威っていうものを疑い始めてる。だから例えばマスコミがアメリカのマスコミがトランプを叩けば叩くほどトランプの人気が上がる。これはマスコミの言うことを信じてないわけですよ。トランプは惨敗だなっていうのが今のアメリカの、見方ですね。でただですね、このトランプとクリントンの支持率っていうのは、はい、過去半年間ずっと見てみますと、はい、実は縮まったり開いたりしてるんですよ、今はたまたま、10% 近く開いてますけど、はい、この後まだどうなるか分かんないですね。 I personally prefer Donald Trump. I think the fact that he is a change from the norm, that he is so popular among young peopleThat we have a chance to really make an aggressive step forward with Trump. その日本の、まあ、マスコミはそのトランプ氏の日本に対する発言のところだけ取り上げて、そしてトランプは日本が嫌いなんだとかですね、もうなんかこの外交問題を好き嫌いの感情レベルで論じてるんですが、これどうなんでしょうか。いや、まさにですね、この実際のトランプの、インタビューの全文がニューヨークタイムズも出てますのでね、それ見ると、まあ、全然そういう形じゃないので、はい、ということでですね、ちょっと映像をご覧いただきましたけども、今日はゲストに幸福実現党及川外務局長にお越しいただいてます。及川さん、またよろしくお願いします。まあですね、まあ、昨年末からですね、はい、まあ、ザ・ファクトも13本ぐらいですね、トランプ大統領13本もやってるんです、誕生の可能性ですね、はい、でそれが果たして是か非かという観点からも、今から言うとヒラリー当選って一回もやらなかったなっていう本当ですね、我々はもう終始トランプ推しできましたね来ましたですね、まあ、そこに関してなんですけど、まあ、その辺がですね、こうなぜ予測できたのかって、まあ、今振り返るとどうですか。まあ、正直予測できたっていうよりも、ひたすらやっぱりトランプさんに期待したんですよね。というのはやっぱり暴言とかなんとかワイドショー的な話題が多かったんですが、それよりも政策、ほとんど政策がアメリカのマスコミですら扱われなかったのが、やっぱり我々やっぱり政策を注目して、政策がいいので、この政策を実現してほしい、ただまあそれだけですね。まあ、そういうことですね、はい、だからその要するに予測が仕事じゃなくて、やっぱり分析してね、やっぱこれがいいなというところで、まあ我々はそうですね、いうわけなんですよ。さてですね、まずお伺いしたいのはですね、先ほどからご覧になっていただいている方からもコメントいただいたんですけども、今アメリカでは反トランプってどういうふうになってるのかと、これね、なかなかちょっと分からないんですけども、いかがでしょうか、ね、はい、アメリカの様子。つい先週ですね、はい、ワシントンとニューヨークにも行ってたんですが、はい、まずもうワシントンは今反トランプ一色ですねもう大変な人が大統領になってしまったということで、もう街全体がどんよりと落胆しているという感じですね。というのはやっぱりこの選挙戦でトランプさんが、主張したのは、まあ、いわゆる反エリート主義、エリートっていうのはワシントンを中心とした政治エリートですよね、から、まあ、反エスタブリッシュメント、これも、まあ、規制の権力構造、それをすべて敵に回したので、まあ、ワシントン全体敵に回したようなもんですから、まさかその人が当選するとは思わなかったと思ってたもんですよね。からあとニューヨークも行ってたんですけど、まあ、たまたまね、私の知り合いにニューヨークのコロンビア大学の大学院で、はい、国際政治学の大学院行ってるのがいるんですけど、はい、まあ、彼に聞いてると、大学の中の授業の中でトランプのことを評価するようなことが一言でも言ったら、教室中からブーイングが出ると。もうとてもそんなこと言える状態じゃ
なかったらしいんですね。で、あとニューヨークで普通に暮らしている20代の若者のグループともちょっと話したんですけど、もうまさかトランプが当選すると思わなかったので、これからアメリカがどんなに壊れていくか怖いと、みんな怖くてしょうがないっていうふうに言ってましたね。まあちょっと日本のメディアにもそういうのありますよね。そうですね。そう、怖い、これからだ。ただですね、私そのニューヨークとかワシントン の、 反応を聞いて、やっぱりこのトランプさんが今回当選したっていうのは、ある種今までの規制勢力に対してそれをひっくり返す革命だったなと、一大革命を起こしてるんだなっていうのはすごく感じました、トランプ革命というやつですよね、はい。さあそのですね、壊すとでどんなふうになっていくのか、やっぱりトランプのこう改めてですけど、今後注目される、まあ、政策面とかですね、そういうところはどんな感じですか。そうですね、はい、今まずニューヨークの株価が思い切り上がって、はい、でそれにつられて日本も上がってますけど、はい、これはなぜそうなってるかっていうと、一人にトランプさんの経済政策なんですよね、選挙前には全然経済政策の扱いもしなかったのに、当選したらいきなり経済政策がいいってことで、だから、ね、劇的ですよ。日本のね、日経平均ももう当日、当選当日は1000円も下げたと。で、ザ・ファクトでちょっと冷静になった方がいいですよと呼びかけたら、翌日ガーッと、そうですよね、本当になんか手のひらを返すからですね、やっぱりね、株価上がってた、市場最高値とか言ってますもんね、ニューヨーク市場。ただそのやっぱり原因になってるのは、トランプさんがやろうとしている政策の中でいくつかあって、まずはやっぱり大減税、法人税を、連邦の法人税が 35%、これを 15% に下げるという、これに対する期待ですね、からもう一つは、インフラに対する 大規模投資、アメリカ中の橋とか高速道路とか空港など、老朽化しているので、それに対して1兆ドル以上の、大規模投資をすると、これは確実に確かに、積極財政ですので、アメリカの経済を底上げすると、その期待感ですね、だからこれ及川さん前おっしゃってたけど、やっぱり特に共和党ってこう、やっぱ小さな政府を標榜する政党がこの公共インフラ投資ってのは まず言わないと、というかもう本当に絶対言わない、多分に近い、それを今回トランプ氏は破ってるわけです。そうですね、どちらかというと民主党が言うべき政策なんですが、それを掲げてしまって、で一番困ってるのは共和党 の幹部の方々ですね。そうですよね、だからね、共和党幹部が、ね、トランプ支持しないみたいなことを言ったりしましたもんね。はい、でただそこのところは本音を知りたくてワシントンに行ってみたんですけど、ワシントンの中で、おそらく数少ないトランプ当選を支持してた、グループがありまして、ATR という、減税を推進しているロビーストの団体なんですが、ATR ですか、はいはい、でここ の会長のノーキストさんという人、前から知り合いなので、話を聞きに行ったんですけど、彼が言うにはこれはいわゆる公共都市じゃないんだと、公共投資というのは政府の税金をつぎ込む、だこれは増税に当たりつながりますよね、そうじゃないんだと、民間投資を活用するんだと、この民間投資を活用し、公共事業に民間投資を活用する、これアメリカで、パブリック・プライベート・パートナーシップ、PPP って言うんですけど、これを彼はやろうとしてるんだってこと言ってましたね。以前ね、月刊雑誌ザ・リバティでもちょっと取り上げたことがあるんですよね、公共投資にね、要するに民間 その力を入れて血液を投入することで、より効率的にしかもインフラを作っていこうという考え方、日本でも一部ですね、そうですね、行われたりしたんですけども、そちらの方向で行くわけなんですね。それを国中でやろうとしていると。なるほど、はい、それでですね、このトランプ革命なんですけどね、このどうもアメリカだけで起きていることではないというふうなですね、見方、こう各国の反応どうかというところなんですけど、はい、一番顕著なのはやっぱりヨーロッパですね、はい、トランプ革命の内容っていうのは減税であったり、やっぱり一番大きな反グローバリズムなんですよね、この商業主義一辺倒できた、とにかく儲かれば国家とか国境などはもういいじゃないかという、このグローバリズムの流れに対して初めて反旗を翻したのがこのトランプ革命、で全く同じことがヨーロッパ各国で今起きているわけですね。その象徴がトランプ当選の数ヶ月前に起きたイギリスの EU 離脱、今年の6月の EU 離脱、ね、国民投票の決定ですね、これですね、これを一番推進していたイギリス独立党っていう政党がありますけど、これなんかもう昔からの二大政党じゃないんですが、このイギリス独立党が言ってる内容の政策は、トランプさんの政策と全く同じです、だからこうメキシコとの国境にそのグレートウォールを作るっていうのが、これはイギリスではその EU 離脱と、ね、いうふうに出たに当たるということですね。それがもうどん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 こう今
イタリアで、あるいはフランスで、ドイツ、オランダで、結構ちょっとね、今までと違う、特に来年、それが顕著に現れてくると思いますね、はい、そうだ、来年は各国ね、総選挙があったり、フランス大統領選があるんですよね。つまり今、流れは、まあ、反グローバリズム、まあ、これはある意味当然なんです。つまりそのまず自分たちがもうしっかりと食っていかなかったら、難民ない民だってもう受けることできないです。そうですね。それとやっぱりこのどうしても企業を中心とした、金儲け主義の中に、うん、愛国心というものがなかったので、なるほど、やっぱりこの経済原理の中にやっぱり倫理観というかね、うん、そういうものを求めようじゃないかという流れですね、うん、なるほど、わかりました。まあちょっとですね、またのさらに詳しく聞きたいんですけども、ここでよろしいですかね。はい、ですね、トランプ大統領というのはもう一つこの12月ですね、あっと言わせた、まあ、私は本当に驚いたんですけど、台湾総統蔡英文さんと電話会談を行ったと、で今日このニュースに関してですね、台湾ではまあどんな反応が出てるのかというあたりですね、現地在住の王医師、幸福の科学東アジア本部長とですね、今日はスカイプつないでますので、これからちょっとですね、生放送でお話を聞いてみたいと思いますけれども、準備の方はよろしいですかね。はい、はい、あ、はい、じゃあこれ、じゃあ及川さんも、はい、これで、はい、はい、それでは、台湾の王さん、はい、こんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。はい、ですね、早速なんですけれども、はい、今回の米台電話会談について、台湾での反応はどういうものでしょうか。そうですね、この、まあ、トップ対トップとの、まあ、直接という会談はですね、まあ、実に、まあ、38年ぶりの、うん、まあ、歴史的な会談だったんですね、うん、まあ、未だにまだ余震がまだ走っているところなんですけれども、うん、まあ、つい、まあ、26日に、うん、まあ、各国の世論調査の結果が発表されまして、うん、なんとですね、うん、7割近く、うん、68% の、まあ、台湾人がこの歴史的な、まあ、電話会談を、まあ、いい評価をしていると。あ、なるほど、うん、もう7割近いんですよ、うん、だからほとんど、まあ、そうですね、まあ、3割ぐらいは、まあ、本当に、まあ、何と言いますかね、まあ、統一派ですかね、うん、まあ、中国のところに、書いていきたいという方々なんですけれども、うん、7割というのはですね、私も、うん、びっくりした数字だったんですよね。そうですか。そのですね、はい、王さんが意外ちょっとびっくりしたぐらい、まあ、支持が多かったと、はい、逆に言うとその、はい、今までの台湾マスコミのこの電話会談に対する報道ってどんな感じだったんですか。だから、まあ、26日はまあ世論調査だった、26日の世論調査だったんですけれども、はい、実際に電話会談をしたのは、うん、2日だったんですよね、うん、なので2、3週間くらいの間にはですね、うん、まあ、メディアの評価は、ね、半々だったんですよ、うん、賛否両論、まあ、要はですね、まあ、要は電話通話してはいけないんだよっていう言い方の論、根拠としては、要はですね、まあ、中国というボスを怒らせしてはいけないと、うん、まあ、経済的にも、うん、あとその軍事的な脅威がますます、うん、増えていく、うん、増していくじゃないかという心配があったわけなんですよね、うん、で一方、まあ、賛成派というか嬉しさ派というのはですね、うん、やっとアメリカはですね、一つの、中国という原則をですね、うん、無視というか、うん、まあ、台湾を一つの、独立とした、まあ、存在した、国として、やっと認めてくれるようになったと、うん、でこれで、まあ、台湾という存在をですね、まあ、東アジアの中ではですね、うん、一つ大きな、まあ、象徴になっていくということを、まあ、評価してくれているマスコミもですね、うん、半分ぐらいはあるわけなんですよ、うんうん、しかしこの 2,3 週間の時間を得てですね、終えてですね、26日の世論調査の蓋を開けてみたら、うん、7割近い の方々はですね、いい評価をしてくれているということはですね、びっくりしましたね。あ、これは、まあ、はい、前提知識として、要するに一つの中国論でもって、はい、あくまで、はい、大陸の方の、まあ、中国ですね、中国共産党は、はい、結局、はい、台湾は中国の一地域であり、代表はあくまで中国共産党の、はい、まあ、総書記、あるいは国家主席なんだというスタンスだから、はい、その、はい、自分たちと関係ないところで、台湾トップと
いうふうにして話をしちゃならないという、はい、まあ、こういう一つの中国論から今まで38年間そうだったんですよ。電話もできなかった。そうですね。だからまあ、うん、これは非常にまあ新鮮的なっていうか、あのどう判断したらいいのかっていうのは分からない、分からなかったんですよね。なるほど。もう考え、はい、もう想像つかないあの出来事だったんですよね。うん、はい、ですね、今回この一つの中国論ですね、これに縛られないという、はい、まあ、そういうスタンスをトランプ氏は取ってるんですけれども、あの、はい、蔡英文総統はこれに対してどういう反応、はい、あるいはこう対応の仕方をしているのか、今後またしていくのかと、まあ、いうところはどうでしょう。そうですね、まあ、要はあのその急にコンセンサスということについては、そもそも蔡英文さんは、まあ、あのそういった会談はあったということはあの、まあ、認めていたわけなんですけれども、うん、その一つの中国というコンセンサスはですね、認めていなかったわけなんですよね、そもそも、うん、なので今回あのそのトランプさんが、まあ、一つの中国に縛られないというご発言に対してはですね、おそらく、まあ、歓迎、うん、おそらくじゃなくて、うん、とても歓迎しているというふうに思うんですよね。ただ、うん、あのまあ、トラブルメーカー にはあのなりたくないという、まあ、蔡英文さんの、まあ、考え方もあったので、うん、これからですね、私が思っている限り本当に積極的に、うん、あのこれからはですね、あのアメリカの方に仕掛けていくことはおそらくはまあないと思うんですよね。あくまでも水面下で、うん、あのアプローチしていくと思うんですよね、うんうん、まあ、あとそのまあ会見後のまあ記者会、まあ、公式の見解としてはですね、あの電話会談と、はい、あの公式見解としてはですね、はい、まあ、蔡総統は別に他のまあ意図は全くなくて、うん、まあ、ただ単にあのおめでたいという気持ちであの電話をしただけですと、誤解しないようにということをですね、うん、あのマスコミにですね、うん、あのしてたわけなんですよ、うんうん、なのでまあ台湾はですね、まあ今までもそうだったんですけれども、うん、ずっとあの受け身状態なんですよね、受け身、はい、うん、まあ、積極的にあの何かの、まあ、方針とか、うん、政策をですね打ち出していけたら、うん、いったらですね、うん、あの中国からの圧力をかけてくるのは間違いないので、おそらくは今後は、うん、まあ、受け身の状態のままで、うん、あのになると思います、ね、うん、確かあれでしたね、はい、1971年かな、あの台湾が国連からその離脱し、はい、まあ、あの時は蔡英文さんの、はい、蔡英文総統の判断ですもんね、はい、そして翌年からこの、はい、要するに米中接近がですねどんどんいったというところで、はいはい、あのまあ、私から見るとすごい大きなですね、こう今変化の時を迎えたかなという感じがするんです。で、そうですね、時あたかもですね、つい先日中国の空母部隊が初めて太平洋ですね、日本の沖縄本島と宮古島の間の海峡を通って太平洋に出て初めて太陽に出ました、はい、そして台湾を舐めるようにして南下して、まあ、結局その中国の方に帰ったんですけども、この台湾の皆さんのですね、今中国に対する感情はどんな感じなんですかね。そうですね、これはですね、やればやるほどですね、ますます中国政府に対する、まあ、嫌悪感増していく方なんですよ。おうおうおう、要は、まあ、要は、まあ、こちらは別にあなたたちに、うん、悪いことをしていたわけではなくて、していたわけではないんですが、なぜああいう脅威的な、まあ、例えばその空母ですね、はい、あるいは戦闘機もまで、うん、まあ、本当に台湾近辺上空を通過した写真をですね、赤裸々で公開してたわけなんですよ。すごかったですね、あの写真もね。そうですね、これはですね、脅威なんですよね、はい、うん、で、あとその遼寧という、まあ、空母もそうだったんですけれども、うん、これはですね、まあ、実はですね、12月2日に、まあ、電話会談をも、うん、してたと思うんですけれども、うん、一つ見落としてはいけないことがもう一つありましてですね、はい、アメリカのその下院で、まあ、本会議でですね、2017年度会計年度でですね、国防予算を大枠を決めるっていう、うん、まあ、国防権限法案を賛成多数で、うんうん、可決したんですよ、うん、この内容にはですね、台湾との軍事関係、まあ、改善、あるいはその防衛協力強化のために、はい、その軍の高官などの、この、まあ、交流推進をですね、うん、米 その国防総省に促す内容というものがたくさん盛り込まれたんですよね、うんうん、これはですね、今まで考えられない、うん、ことだったんですよね、うん、要はこれから台湾と
あのアメリカとの、まあ、軍事、まあ、提携ですね、濃くなっていくと思われますよ。なるほど。でこれを見ておそらく中国はこれは我慢できないと、いうことで、あの空軍なり、あの海軍なりを発見したと思うんですよね。なるほど。まあ、はい、中国側のですね、ちょっと焦りもね感じられるような先の動きなんですけれども、さあ、はい、一番肝心のですね、台湾国民の皆さんは今後どうなることを今望んでるんでしょうか。はい、そうですよね。まあ本当に、まあアメリカに対してもですね、あと日本に対してもそうなんですけれども、言動と、あの、あ、行動と、あと言論でですね、バックアップしていただきたいんですよ。まあ、要は、台湾はまあ小国ですから、まあ、軍事的にはそんなに、まあ、あの強い軍の力を持っていない。ちょっと、今ね、少し映像が。はい。今ですね、台湾の強いバックアップ、していただきたいと思います。はい。はい、今ですね、ちょっと映像が一瞬見られたんですけど、要するに、日本とかアメリカは、行動あるいは言論でもって台湾のバックアップをしてほしいということですね。そうですね。はい、わかりました。はい、おそらくですね、2017年、多分台湾をめぐってのまた中国アメリカのこのいろんなですね、このやり取りも注目されております。また引き続きですね、いろいろと台湾から教えていただきたいと思います。はい、はい、本日は、はい、ありがとうございました。ありました。はい、ということなんですけど、どうですか、森田さん、聞いてて。今、王さんが言われてた、アメリカがその新しい予算でね、台湾関係の予算を含むっていうところですね。これちょうど、このことと、そもそものこの蔡英文総統と、トランプさんとの電話会談、これ多分リンクしてると思うんですけど、ニューヨークタイムズが、はい、スクープした記事によると、蔡英文との電話会談というのは、トランプ側が仕組んだと。でその仕組んだ相手っていう仕組んだ側っていうのが、共和党のですね、新台湾派のグループがいるんですね。共和党の中に、一つの中国っていうのを断固認めないで、中国っていうのは台湾なんだと言ってるグループがいるんですよ。でそのグループの中心の人がボブ・ドールっていう人で、はい、1996年の大統領選挙の共和党の候補だった人です。ああ、出ましたね、ボブ・ドールさん。でこの人はもう本当にバリバリの台湾派なんですよ。でこの人の周りに何人か台湾を支持している人たちがいまして、私も、ね、そのうちの一人会ったことがあるんですけど、でこのグループが、トランプ当選を絶好の機会だということで、これをこの電話会談を仕組んだみたいなんですね。はあ、そうですか。でこれから多分アメリカの議会を中心に、このグループが、トランプ大統領のバックアップを受けてですね、台湾との関係を推し進めるんじゃないかと思うんですね。なるほど。まあこれはですね、まあトランプ政権になってくると、まあ、よりねこの台湾との接近とか、もう日本がもう絶対こう踏み込めないようなこの台湾総統との直接会談、はい、まあ陰ではね、安倍さんも会ったとかいろんな話があるんだけども、もう堂々とある意味で、ね、開き直っていくっていうの。そうですね。それがね、今王さんが言った、そのもう言動で行動で、バックアップするってことになっていくんじゃないかと思いますね。なるほど。少なくともアメリカは。さてそうしますとですね、まあ、これからいよいよ2017年、17年1月20日にトランプ大統領が誕生するわけですけれども、まあ今台湾の話出ましたけれども、来年以降トランプ大統領誕生で国際情勢はどうなっていくかと思われますか。なんといってもですね、一番大きな変化ができるのは中国とのことだと思うんですね。はい、でここに来てトランプ政権っていうのがどうも中国に対して強硬路線だっていうのがはっきり分かってきました。例えばですね、1週間ほど前に、トランプの政権移行チームが発表したトランプ政権の閣僚の中で新しいポジションを作ったんですが、国家通商会議っていう、はい、ナショナルトレードカウンセルっていう、これ今までにない部署なんですよ。はい、それを作って、でそこに、そこのトップにですね、もう超強対中強硬派の人を、ナバロって人を当ててるんですね。はい、でこれは今まで のアメリカの、外国との貿易通商っていうのはどちらかというとバランスを取った自由貿易主義で、いわゆるグローバリズムできたわけなんですね。とにかく儲かることを大事にしてきた。しかし今度はこの国家通商会議では、アメリカの国益中心で、かつ、フェアではないやり方をしている国家に対しては徹底的に関税をかける。でそれも特に中国嫌いの人を
トップに当ててるんですよね。ナバロさんって確かですよね、大学の教授ですもんね。そうですね、その通りです。で、本当に経済学の中では珍しい、経済学の中では珍しい、珍しい範疇ですね。範疇ですもんね、まあ、つまりあれですね、要するに通商政策をもう武器として使うというのがこうトランプの外交の一つのやり方としてはっきりしてきましたよね。今まで戦後何十年か続けてきたアメリカを中心とした、経済秩序を逆回転させるみたいな、うん、なるほどね。私ね、その時にですねちょっと思ったんですよ。この間プーチン大統領が、まあ、日本に来て安倍さん話して、まあ、本当に中身のない、まあ、というと、まあ、ちょっと失礼な言い方だけど、こう成果のない、まあ、日露首脳会談だったで、私見ててプーチンさんとかやっぱトランプさんって要するに実質的中身がない美辞麗句を重ねるようなその外交にあまり興味ないんじゃないかと。オバマ大統領は大好きなんです。そうするとこの間の真珠湾での安倍さんの非常に私的なああいうふうな演説になったりするんですけど、オバマさんの演説も私的でした。私的だったんですよね。で、はい、これからちょっとそんなことやってたらもう相手にされないかと、日本もですね、日本は。でその時にその結局日本じゃ話にならんってなったら、やっぱりある意味で取引で考える人ですから、トランプさんもね、プーチンさんも。そうするとちゃんと取引としての話なんだってこう応じるような中国の姿勢見せると、これまた結構米中関係も接近することも場合によっては部分的にはあるんじゃないかなっていう、ちょっとそんなことも感じるんですけど、いかがでしょうか、ね、そのためにはですね、はい、中国は相当変わんなきゃいけないですよね、うん、もうトランプが求めるような、うん、公正な貿易、うん、そして、貿易だけではなくて、経済だけではなく、うんうん、人権問題も、はい、から、南シナ海を含めた政治的な行動も全て、正しい正義に基づいたものにしない限り、やっぱりトランプは望まないと思います。あ、そう、なので、それで今ですねちょっと、はい、コメントを、ね、いただいてましてですね、ご覧になっている方から、塩沢浩一さん、トランプは北朝鮮にどんな行動を起こすかと、この北朝鮮に対する何かありますかね。北朝鮮に対しても、はい、トランプ政権の新しい閣僚の顔ぶれは、はい、強硬派ばかりですね、はい、特に、ホワイトハウスの方に入る、うん、安全保障問題、担当補佐官、はい、マイケル・フリン、あ、フリンさん、この人は軍人中の軍人ですので、はいはい、でイラク戦争に行った人ですし、うん、北朝鮮に対しては、かなりの強硬路線を取ると思われます、うん、なるほど、わかりました。でもう一点ですね、吉川さんからいただいてるんですけれども、このオバマが言った対ロシア制裁、ロシア制裁ですね、クリミア問題であった、ロシア制裁に関して今後アメリカはどうしていくのか、そしてまたちょっと先ほど及川さんからもちょっと出ましたけど、アメリカ国内、まあ、ワシントンの話出たんですけど、アメリカ国内の反トランプの反トランプ派の動きってのはどんな感じでしょうかと。ロシアについてはまだ本当にわからないですし、はい、この後、はい、国実現党の、はい、神武副党首が、うん、ロシアに実際行かれたので、はい、その辺の話は出てくると思うんですが、うん、ただ今トランプ政権の閣僚の顔ぶれを見ると、またトランプさんの、選挙期間中の発言を見ていると、うん、今までオバマがやってきたことをことごとくひっくり返す報告です方向なんですよね、はいはい、でこのロシアに対しての制裁っていうのはウクライナ問題ですよね、うん、これやったのはオバマであって、うん、国際社会全体がやったわけじゃないわけですね、うんうん、どちらかというとヨーロッパも日本も仕方なくオバマに付き合った、まあね、本当そうですよね、というわけですよね、うん、でこれは中身は見直すと思います。あ、なるほど、ね、それでもう一点ですね、このアメリカ国内ですね、まあ、ワシントンがさっきもトランプ反トランプ一色だと、どうなんですか今マスコミとかメディアとかですね、あれは一般のアメリカマスコミはですね、まあ一部なんか反省した記事をニューヨークタイムズが出したとかありましたけども、ただ全般としては、うん、もう次の選挙でトランプを絶対再選させない、うん、これ4年後ですねそれからもうその前の2年後の中間選挙で、はいはい、中間選挙で共和党を勝たせない、うんで、まあ、次の2年後の中間選挙が早くも大事になってきます、うん、というのはやっぱりアメリカっていうのは大統領だけでは何もできないので、はい、議会との調和が必要ですから、うん、今回上院下院の議会を共和党が取りましたけども、うんまあ、ちょっと意見違うところありますが、うん、これもし2年後の中間選挙で負けると、うん、トランプさんやりたいことほとんどできなくなります。でこのそういう意味ではトランプはもう急いで動くと思うんですね。なるほどね、成果をまず出す、4年後じゃなくてもう2年後ですね、はい、2年後の選挙のためにはもう早くに成果を出すように、やっぱりそうするとのんびりとスタートするんじゃなくてスタートダッシュで来年の1月20日以降始まるんだという感じですけど、まあ先ほどもちょっとね、ヨーロッパでも同じようなトランプ革命現象が起きていると、
まあ、つまり反グローバリズム、あるいは愛国心というものというのがですね、まあ、非常に復活している、まあ、そういう中で、こうした動きというのはこれどん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 世界中やっぱ広がっていくの。そうですね。やがてそして日本にどんな影響。そうですね。私今一つ注目しているのは、はい、フランスの大統領選挙、これ4月5月、かけてありますけど、はい、ここでフランス国民戦線という、はい、まあ、愛国心を謳った政党が、うん、マリーヌ・ルペンという女性の候補者を出します。はい、でこのフランス国民戦線というのは、この作ったのはこのマリーヌ・ルペンさんのお父さんのルペンさんなわけですね。うん、でこのルペンさんは、創始者のルーペンさんの方は今から6年前に日本に来てまして、あの他のヨーロッパのやっぱり愛国的な政党と一緒にツアーを組んできてるんですけど、その時日本に来て行ったのは靖国神社なんですよね。でフランスのマスメディアがこぞってそれを取材して、でルペンさんに対してここは日本の戦争犯罪人が祀られている神社ですよと、そんなとこ来ていいんですかってインタビューしてるんですよ。でそれに対してルペンは冗談のような質問やめてくれと、ここはこの国のために命を捧げた人たちが祀られているんだと、それをそこに参拝して何が悪いんだと。いやもう日本の総理大臣から言ってほしいような言葉です。本当ですね。うん、まあ、こういう人たちが、うんうんうん、これからヨーロッパで実は政権を取ろうとしているわけです。うん、でこの流れっていうのは、うん、アメリカヨーロッパだけでなく必ず日本にも来ると思うんです。結局本当にですね、ぐるーっと、ね、回って、そして、最後に日本の。そうです。この経済発展の原理と、うん、それとともに倫理観、愛国心、こういうものを兼ね備えて、うん、本当の意味で国と世界の発展を目指す、それは日本では口はばったいようですが、はい、幸福実現としかないと思います。なるほど。幸福実現党がいよいよまた台頭する時代が来ているという感じです。はいはい、まあ、本当に幕末のね、あれ、まあ、こういう話だとすぐ幕末とすぐ比べたがるんだけど、まあ、私もそうなんですけどね。いや本当にあの時よしあしは別としてですね、その植民地主義列強による結局それがヨーロッパとアメリカ大陸からぐーっと回って最後に極東の日本に来て、で日本は飲み込まれるかと思った、あの時の日本人はしかし、まあ、目が覚めたと、まあ、そこで維新革命が起きて、まあ、富国強兵の方に自ら舵を切ることで生き延びた。今ちょっとはですね、世界のこの新しい波にこうその飲み込まれるかどうか、見てるとですね、まあ、この間もある政党、まあ、自民党さんですけど、この勉強会ちょっと参加したらですね、うん、出てくる人がこう自民党系の方たちがですね、まあ、これ野党も同じだと思うんですけどね、もうね、トランプ革命のこの波をね、トランプショックをどう日本に及ばさないようにするか日本だけはね、こうこの波に揺さぶられないように頑張りましょうみたいな言ったのが、私ね、逆じゃないかなと。やっぱ自らこの波を利用するでないと、やっぱり日本は沈んでしまうんじゃないかなと思うんです。彼らはよく分かってるんですね、ある意味でね、うん、自分たちがその波に押しつぶされる方だってことはよく分かってるわけですよ。なるほど。まさに今の里村さんが言われた明治維新の時代、うん、あの時の19世紀欧米列強がアジアを植民地化した、うん、あれもグローバリズムですよね。うん、そうですね。そのグローバリズムに対して国を強くしなきゃいけないと言って立ち上がったのが明治維新だった。うんうんうん、まあ、そういう意味では同じ時期が来ていると思うんですね。なるほど、わかりました。もう今日はですね、もう本当に、まあ、まだまだ話は尽きないんですけれども、はい、とりあえず台湾の、ね、王さんからも話を聞かせていただき、また及川さんからアメリカのこのトランプ革命今起きてます、現状をお伺いしました。及川さん本当にありがとうございました。